皆さんこんにちは。研究者元気です。今回は研究生活ハックで研究に役立つ情報ということで、テーマとしては研究に向いている人の特徴をちょっと自分で考察してみましたので、その考えた6つの特徴をご紹介していきたいと思います。で、研究に向いている人、素質と性格に分けて考えまして、素質としてはアウトプットができる、あとオールラウンダーである、知的好奇心が旺盛、アイデアを考えられる、 で性格についてはへこたれない、楽観的という特徴を持っている人が研究者に向いているかなと思います。で、それぞれ詳しく次のスライドから説明していきたいと思うんですけど、素質と性格って、ちょっと似てますけど、性格というのは気持ち的なことを言ってて、素質っていうのはもともとその人が持っているもののことをいろいろ挙げてます。それでは早速詳しく説明していきたいと思います。で、1番がアウトプットができるということで、これ最も重要じゃないかなと思うんですけど、インプットっていうのはその研究者になるために、もちろん必要ですが、その分野で必要な基本的な知識やスキルがあればいいということで、もっと言えば論文を書けるだけの基本的な、その分野で基本的な知識とかスキルを持っていればいいということで、必ずしも頭がいい必要はないと思うんですね。基本的な技術とかは必要な、論文書くために必要ですけども、そこまで詳しく知りすぎている必要はないと。それより重要なのは、これ他の動画でも何回か言ってますけど、アウトプットが何より重要ということで、で、アウトプットって、研究者にとっては何を指すかっていうと、論文を書くことが一番だし、次、研究助成の申請書を書く、その他申請書を書くということが重要ですね。で、頭がいい必要は必ずしもないと言ったんですけど、頭がいいとより良い論文とか申請書を書くことにはちょっとつながるかなと思いまして、その意味では重要かもしれません。で、アウトプットするにはこの書くこと自体が楽しくないとなかなかできないんですけど、インプットしてるばっかじゃなくてアウトプットできる人が研究者に向いてると。で、なぜかっていうと、自分の、どんなに素晴らしいアイデアとか思ってても、自分の頭の中だけの素晴らしい研究は一生他の誰も見ることができないので、結局アウトプットしないと他の人も分かってくれません。なので、アウトプットが重要ということで1番目にお話をしました。で、2番目、オールラウンダーであると書いてみたんですけど、研究者は様々な能力が必要であると思います。で、僕の分野でちょっと考えてみると、まず研究のアイデアを考えて、その前に先行研究とかを読んで、で、アイデアを考えて、で、モデル考えて、そのシミュレーションモデルのプログラム書いて、で、実験結果が出て成果をまとめたら発表して、最終的には英語で論文を書くというプロセスがあったりしますが、この中でどこか一つでもできないとアウトプット、ここまでたどり着かないんですね。で、例えばアイデア、素晴らしいものを持って考えついたとしても、この次以降のステップができないとここで止まっちゃいますし、ここの学会発表、国内の学会とか国際会議で発表したりまでは行っても、最終的に論文を書いて採択されるところまで行かないと結局出ないので、どっか一つで詰まっちゃうとそこがボトルネックになって進まないということで、オールラウンダーである必要があるかなと思います。で、必ずしもどっか一つが抜きんでてる必要はなくって、これがどれもがまんべんなくできればいいのかなと思います。これが2番目です。3番目、知的好奇心が旺盛ということで、これ自分で考えてみたんですけど、僕だったら研究に関するものは学生の時は特に何でも面白かったんですね。自分の分野以外の研究って名のつくセミナーは自分の分野関係なくてもいろいろ聞いてました。例えば僕、脳のことは全然わかんないんですけど、たまたま遊びに行った他の大学とかで、なんか脳に関するセミナーがあって、シンポジウムみたいなのがあったので、それ聞いたりしてました。なので、そういう知的好奇心を持つこと、好奇心が旺盛ということも重要かなと思います。で、これ何に役立つかっていうと、自分の研究のネタを考える際にもいろいろそうやってアンテナ張っておくと役に立つことがあるからかなと思います。なので3番目として挙げさせていただきました。4番目が、アイデアを考えられると。で、僕
とかそうですけど、先行研究いろんな論文読んでて、その先行研究の論文がいいものであれば、その先行研究にこれ入れたらどうなるかなっていうことをたくさん思いついたりするんですね。で、そういうアイデアを考えられるっていうのは結構重要かなと思います。アイデアを考えられなかったら、さっきオールラウンダーである必要があるって言ったところの最初のステップのところでつまずいちゃいますので、まあいろんな論文、他の論文読んだらこれこうやったらどうなるかなっていうのを思いつける人が研究者に向いてるかなと思います。で、いろいろそうやって思いついたら妄想して試してみたくなって、僕も学生の時はそのどうなるかなって考えて、夜中寝てる眠りにつくまでの間ずっと考えたりとか、そういうのをできるような人が向いてるかなと思ったりします。で、5番目と6番目は気持ちの問題ということで、まずへこたれないっていうのを挙げましたけど、発表、国際会議とか国内の学会で発表してたら、まあ、面と向かって批判を受けることも、まあ、稀にあると思います。で、その時に、まあ、落ち込まないとかへこたれないというか、それも大事だし、もっとよくあるのはこの査読者にボコボコにされるということで、ジャーナルに論文投稿して、で、査読結果待ってて、査読者からレフリーから結果返ってくるんですけど、その査読者が多分怒りを覚えてるんだと思うんですけど、本当にめちゃくちゃダメ、全然これはダメだって言われることが、まあ、英語の汚い言葉ででも、これは本当にしょっちゅうあるんですけど、それでもへこたれないっていうことが、あの研究者を目指すんだったら重要かなと思ってまして、で、僕も一番最初に書いた英語の論文は本当にめちゃくちゃ言われて、本当に最初へこんで、回答期限がその時は確か3ヶ月、査読の回答期限3ヶ月だったと思うんですけど、2ヶ月ぐらいは全然落ち込んでて何もやる気がしなくて、結局ギリギリに、期限ギリギリに出しましたけども、まあそんぐらい言われました。まあですが、これも慣れるもので、最初はまあへこたれてもいいと思うんですけど、これ徐々に、毎回毎回へこたれてたら気持ち持たないと思うんで、徐々に慣れていくっていうことが重要で、まあ僕も最初は攻撃に弱かったですけど、今では全然査読でめちゃくちゃにダメ出しされてもというか、何言われても平気になって、まあ、むしろその怒りを覚えるぐらい、あの読んでくれてるってことは、ちゃんと中身見てくれてるんだなってことがこっちもわかるので、まあその査読者に言われたことに真摯に対応すれば、運が良ければというか、うまくいけば採択されるので、まあそのへこたれないっていう気持ちでいることが重要かなと思います。で、最後、楽観的ということですね。これ気持ち的なものですけど、楽観的であることも重要かなと思います。で、博士、博士号を取って、5年、10年先どうなるかなっていうことを、その M2 とか修士2年とか、ドクターの1年ぐらいの時に考えちゃったりしたら、もう見通し暗いので、結構きついかも。そもそも博士課程に進もうと考えないかもしれません。で、僕自身は博士取って2、3年先どっかで研究できればいいやぐらいしか考えてなかったので、まあ、そういう気持ちだったら博士課程進もうと思えるかなと思います。で、たまたま運が良くって就職できましたけど、卒業すればどっかに就職あるだろうっていうぐらいの気持ちでいないと、なかなかもっと先まで見たりすると、そもそも博士課程進もうとしないかもしれないので、まあ、楽観的ってやるっていうことも重要かなと思います。で、卒業してポスドクついてからたくさん論文書こうと思ってて、で、そのぐらいの気持ちですね。なんとか卒業して博士取ってポスドクついてからたくさん論文書こうっていう気持ちで、実際本当にやれればどっか就職できるかもしれないので、まあそういう気持ちの持ち方、楽観的っていうのも重要かなと思います。はい、じゃあ今回の話をまとめます。今回は研究者に向いている人ということで、まあ僕自身が考えた向いている人なので、まあいろいろ間違ってるかもしれないですけど、考えて書いてみました。で、素質と性格的にはどういうのを持ってたらいいかで、まあ素質が、まあ、まず第一はアウトプットができる、論文を書ける、研究助成の申請書を書けるということと、オールラウンダーであると何でも一通りできるということが重要と。で、知的好奇心、いろんなことに興味を持つのが重要と。で、アイデアを考えられるということが重要と。
ということをまずお話しして、で気持ち的なものとしてはへこたれない、査読者に何言われてもへこたれないということと、まあ、楽観的っていうことが重要かなと思います。はい。で、僕が考えたものはこれぐらいですけども、まあ、もしこの辺は全然違うとか、もし、他にもっとこういうのが重要じゃないかっていうのがあれば、ぜひコメントで教えてください。はい。もし今回の内容が良ければ、チャンネル登録や高評価をよろしくお願いします。今回は以上です。また次の動画でお会いしましょう。